ゆっくりしていってね。ゆっくり霊夢だ。みんな好きな髪型あるかい？ふんふん。そうだね。やっぱりおかっぱだよね。今日はおかっぱロリコン会だ。おかっぱロリコン会？そんなにおかっぱ好きな人いないと思うけど。おかっぱロリコン会待ってたよ。やはりおかっぱに流行が来ているようだ。女子高生が選ぶ今年流行る髪型第57位になっただけあるな。57位じゃ流行んないよね。流行るかどうかを自分の物差しで決めるな。さあ今日はその緑子を紹介するよ。その緑子を訳してみんなにはソドコと呼ばれているな。そしてお笑い女子学園の風紀委員長なんだ。髪型はおかっぱだ。見ればわかるわ。そして高校3年生ながら身長は145センチなんだ。そして貧乳だ。貴重な情報をありがとう。さあ今日のテーマはこちら。今日はソドコの魅力を伝えていくぜ。最初のシーンから紹介するね。大体なんで私があなたと偵察に出なきゃいけないのよ。お互い視力が 2.0 あるからだろう、ソドコ。何よ、あなたなんかレゼマコだから略してレマコよ、レマコ、うん、まあこのようにマコとソドコは仲良しなんだ。仲良さそうなシーンあったかな。雪合戦してた。これは雪合戦じゃないよね。これはスノーボールバトルだ。それ一緒の意味。マコとソドコが話をするときはソドコはいつも怒っている気がするね。マコがソドコと呼ぶだけで怒っちゃうからな。そしてマコにソドコと呼ばれるとムキになってマコのことをレマコと訳して呼んだり、雪を投げるなどかなり子供っぽいとこもあるようだ。一応ソドコの方が年上なんだけどね。そうだな。でもマコさんの方がお姉さんっぽい。ソドコは高校3年生とは思えない精神年齢が魅力でもあるな。可愛くもあるしね。では次のシーンに行こうか。毎朝毎朝学校のために遅刻を取り締まってきたのに、私たちこれから何を生きがいにすればいいの。拷問持ってく。それいいわね。本気じゃないから。何してんのよ。バレーボールが見事に当たっちゃったね。ソドコはリアクション芸も得意そうだ。芸を披露してるわけではないと思うけど。そうかな。でも泥がかかった時もいいリアクション芸を披露していた。見事な怒り芸を披露していた。泥が目に入ってないのも見事。さらわれていく時もいいリアクションだったな。ふんというかソドコにはトラブルが多そうだね。それらすべてのトラブルはソドコにかかれば面白くできるんだ。添付の才を持ち合わせているな。ちなみにこの時の看板は、ちゃんと持ち帰っていた。看板持ち帰る意味ある？家に飾るんじゃないかな。おばあちゃんへのプレゼントかもしれん。さあ次のシーン行こうか。ノラパーシング発見。残党狩り係でしょうか。こしゃくな、挟み撃ちにするぞ。了解。勝手なことしちゃっていいの？これじゃ規則違反してるみたい。規則は破るためにあるのよ。規則を誰よりも守ってきた風紀委員なのに規則は破るためにあるのよって、ソドコの意外な一面でもあったな。同じ風紀委員のパゾミでさえ驚いてたね。そっちはソドコじゃないか。いやこっちがパゾミでしょ。そっちはゴモヨじゃないか。そうだったかな。あんた誰の紹介動画作ってるか理解してんのか。誰だったっけ。もうええわ。ソドコもゴモヨもパゾミも同じ声優さんが担当しているようだな。ソドコよりも少し声が高いのがゴモヨで、少し声が低いのがパゾミだね。ちなみに風紀委員は約100人いて全員おかっぱで身長は145センチのようだ。全員おかっぱはまだわかるとして、全員身長145センチはそうそう見つからないだろ。戦車道チームだけで3人もいた。これでお笑いの風紀は守られた。次行こうか。学校の中を通るのに誰の許可がいるのよ。通行は自由よ。なこいつ。元風紀委員長、現在は風紀委員相談役、その緑子よ。あなたたちスカートが長すぎるわ。それにこの辺りゴミだらけじゃない。掃除しなさい。ソドコはしっかり者って感じだね。さすが元風紀委員長だな。ソドコはお笑いの風紀を守ることに人生をかけているから、風紀委員長を引退した後も相談役で残ってるようだ。人生をかけるほどではないんじゃないかな。ソドコから風紀委員を取り上げるとこうなってしまう。そう、キュウリを食べ出してしまうんだ。キュウリはそんなに注目するとこ違うだろ。キュウリが似合う女性ナンバーワンなんだ。そしてオンリーワン。何が？このシーンだと怖そうな生徒にもひるまずに指導したりと、自分の信念を持っていて強い子だと感じるね。優しくもあり厳しくもある、いいお母さんになれそうだな。ただ子供の反抗期には連れ去られてしまう可能性がある。なんでや。もうスペシャルムービーに行こうか。ここから先は大洗のヨハネスブルグと言われているのよ。起きてよ、試合なんだから。大洗のヨハネスブルグと言われているのよ。
ど。規則は守るためにあるのよ。大切なことじゃない。規則は破るためにあるのよ。なんなのこれ。ソドコ連れ去られすぎだろ。ソドコのリアクションには感服するな。まさにオンリーワン。今日も動画見てくれてありがとう。よかったら高評価チャンネル登録お願いします。コメントも残してくれたら埼玉県産のキュウリをプレゼント。またね。ソドコのおかっぱ整えてくる。後ろ髪は刈り上げだ。